はい、どうも皆さん、こんにちは。というか、おはようございます。三谷です。というわけで、本日もマリオカート8デラックス実況プレイの方をやっていきたいと思うわけなんですけれども、現在ね、時刻が、朝4時50分となっております。ほいでね、今回なんと、国内部屋で参戦しております。というわけでね、今回、まさかの参戦人数7人というところで、もしかしたらそのうち1人もね、ボットというところで、6人部屋かな、ワンちゃんね。はい、その6人部屋でね、しっかりと、レート爆盛りしていきたいなと思います。ちょっと、この部屋のレートは見てなかった。あらー、さあやらかしましたね。ちょっとね、部屋の人数が少ないので、まあまあ勝ちやすいんじゃないかなと思いますけれども、まあ、時短はね、減るんで、最近ね、本当に調子が良くて、ワルハナと TA を始めてから調子がいいのでね、2日連続1位を取ってるので、3日連続でね、1位を取って、はい、素晴らしい動画を作っていきたいなと思います。しかし絶賛最下位、絶賛最下位じゃねえわ、絶賛ドベニですね。1人ボットなんで、絶賛ドベニなんですけれども、こっからやる、危なっ。ここはほい、危ないわよ、危ないわよ、地獄に落ちるわよ。ただとりあえず相手で取り損ねたのは結構痛いんですが、前がバナナで、バナナとミノさんはえぐすぎ。ちょっとごっつんごしちゃってるね。危ない危ない。さあ、1位のボムはなかったことになっておりますが、ジャンプアクションが入んないね。はい。ちょっと待ってね。こっちしばきたいなーって。えい、ー、とついていく。さあさあさあ、どうしよう。これは、ちょっとずつ前詰めていこうかな。キノさん使って、うい、うい、うい。さあ、これで1位をしばきに行きたい。さあ、これはいったんじゃねえかな、いったんじゃねえかな、これいけ、うわ、それは赤、それは赤、ちょ、お、赤はこれね、赤はこれね、いや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 、さあ、1位。宣言通り1レース目から1位を取っていく。ちょっと深夜なので静かにお願いしまーす。はい、というわけで2レース目はキノコのリッチウェイの 150cc というところなんですけれども、さらに2人抜けまして、5人部屋となっております。ちょっとね、こんな5人部屋で冷凍爆盛りするのはちょっと人としてどうなるとは思いますが、まあ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 、逆にね、これを見てる皆様は、はい、国内、土葬町の国内部屋に漏れるんだぞということを覚えていただければないと思いますが、それどころじゃないんですよね。NX 金村美久ちゃんに、しばかれておりますが、本物の金村美久ちゃんにしばかれてるんだったらちょっと興奮するというところで、はい、やっていきましょう。金村美久、通称お寿司はですね、私の1個下ですからね、年齢的には。ちょっと年下に興奮しだしたらちょっと終わりやと思いながらも興奮しちゃうんですよね。さあ、前が赤なのでちょっと嫌なんですよね。オッケー、投げてくれたのは非常に熱いんだけど、押さないでくれた前君。ただ、おー、とっ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 、はい、ほら、あ、危ない。や、君ちょっと投げすぎや、手首。もう持ってないんかい。さあ、とりあえずここは、ショート化して、はい、ジャンピング。はい、金も取って7枚いいんじゃないかな。ここはもうぶつかり稽古なので、はい、前にどんどん詰めていきましょう。で、OK、やばっ、ちょっとラインが危ないかしいが、なんとか耐えていく。はい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 。で、サイン、うわっうわっうわっ、あれー、あ、ちょ、お前やばっ、殺意がえぐい。ちょすっげえ殺しに来んじゃん、やめてくんね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。絶賛最下位です、絶賛最下位です、絶賛最下位で、1位がめちゃくちゃ離れております。非常に厳しい状況です。非常に厳しい状況です。さあ、ここから行くわよ。行くわよ。行くわよ。さあ、4位に行きまして。さっさっさっさ、これね。2位はワンチャンかな。いけて2位だなと思うんですけれども。うい。うい。これ、このまま行きたいよ。このまま行きたいよ。このまま行きたい。あー、というわけで3レース目は、平方鉱山の 150cc というところでやっていきましょう。1レース目が1位で2レース目が3位。5人部屋の3位は上位なんでしょうか。ちょっと微妙なところではございますが、はい。まあ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 、まあ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 、まあ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 、いい方やろうというところで、レートは上がってるんでね、さあこのまま、やっていきたいなと思います。
頑張ってるかな、ちょっと頑張ってるかな、さあなんとか耐えながら、あの緑がちょっと厄介なので一発投げておきます。で、あの人多分うまいんだよね、金村ちゃんね。ちょっとどうしようか迷いどころですが、ちょっと一旦処置。早いね。どうしよう、一旦処置。ああ、消せてないですね。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、1入れてしまわれた。まあ、この人数的にね、おそらくトゲもサンダーもかなり考えづらいので、まあ、早めにシンプルに縛いで前でいいと思うんですよね。ただ、向こうに赤を引かれまくるとちょっとかなわんので、そこだけ警戒しつつね、やっていきたいなと思います。うん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 。OK、OK。さあ、私はね、赤消しなんていう技術は持っておりませんので、そこだけちょっと心配かなぁ。ナインとか、なんやかんやで上行きまして。とりあえずね、ここは表防御でいいんですよ。はい。うい。そっそっそ。あーそうそうそう。まあまあまあ、それで取られてもノープロブレムなので。何後ろ、キノコ持ってる？キノコか、赤なんだよね。ちょっと見えんかった。赤いのだけは見えたけど。さあ、あれは何でしょうか。はい。とりあえずあんまりここら辺でコイン取る必要はないんですが、なんとなく取ってまうというところで、オッケーオッケーオッケー。さあニートの差も結構開いてきたわよ。さあいけんじゃないですかこれは。いいよいいよいいよ。さあさあさあ、結構ニートの差もレベルなので、いやもうここはもう万全に行きたい、万全に。これね、一応ニスクとか、あ、バロバロバロ、あぶねー。いや、アイテム前で受けて、2連赤対策です。はい。やっべえ、トゲが来てしまわれた、トゲが来てしまわれた。ちょ、やばいけど2問しばかれてる。ちょ、待って待って、はっ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 はー。はーい、というわけでラストレースはキノピオババアの 150cc というところでやっていきましょう。ちょっとね、なぜか人数が増えて8人部屋になっております。まあ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 、8人ぐらいだったら余裕で1位取れるだろうというところで、やっていきましょう。ういしょ。ってなわけで、なんかよくわからんニスクなのかどうかようわからんやつをやりながら、まあさっそうと1位走っております。まあさすがにまだテレサコンやろから早めにコイン使って、まあニートの差は、広げていきたいところ。オッケー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 。で、まあ早めにケツつけておいて、ちょっと取られたら厄介かな。さあ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 、これ危ないね。ここはダブ交換して、オッケー、電車ジャンプアクションやってみたいです。やってーん、できませんでした。お疲れ様でした。はい。お、1位のあれが防御がなくなってるぞ。はい。しまいていくー。ちょっとね、防御がなくなったのはちょっと痛いんですけれども、まあ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 、1位に出た方がね、この人数だと、まあ、勝ちなので、まあ、余計なことを考えなくていいっていう意味ではね、やっぱ低人数ってすごい楽なんですよね。ただちょっと1位がなかなか厄介なもん持ってきてるね。あぶら、君攻撃してきたわね。おい、おいし、天才では、俺し天才では。さあさあさあ、ちょ、見えない見えない、とりあえずダブル交換だけしといて、ちょ、見えない見えない、見えないものを見ようとして、オッケー、いい。さあ前進めるが、ちょっとなんやかんやね、まだ後ろのロイ君が近いんだよね。ショットガン一発で抜かされそうな距離なので、あれやばいね。もうすっごい投げそうな顔してる、すっごい投げてきそうな顔してる。もう絶対この辺投げるので、はい、一発。そうですね。で、よー、あー、ごめんごめんごめん、お前お前前行け前行け。でトゲも行くんですよね。はい。で、トゲは受けてもらってるかな。 OK で、さあ前出ていく。これいいんじゃない。なんかロイ君の挙動ちょっとわからんかったからちょっと怖いんですけども、多分あれかな、あの蔵で俺のことを巻き込もうとしてたわけが。なるほどなるほど、まあそんなことはそうせねえよーとー。お前それはねえべー、それはねえべ、おやっさん。あー、ほいで弱、ほいで弱。いやー、きゃっついね。とりあえず2周しようかな、これ。ただ後ろの悪い位置も結構近いんで、あー間違えた。あー、時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか。空を見て考えてた、君のために今何が
切るか。